大鳥居平安神宮大鳥居は、京都府京都市左京区の平安神宮の大天門から、約300メートル南の神宮堂に所在する、高さ24メートル、幅18メートルの大鳥居である。1928年に、昭和天皇御大礼の記念事業として、大鳥居建設計画を開始。法事顧問には、京都帝国大学教授の武田五十一、 設計及び工事監督は、京都府議市、坂谷吉野慎が就任した。鳥居建設費は3万100円。自賃祭は6月1日に着手し、10月6日に工事完了。1929年4月10日に、春工報告祭が取り行われた。1960年大鳥居に屋根改修工事、塗装の塗り替え工事が行われた。 2002年8月21日付で国の登録有形文化財に登録された。平安神宮に見合う大きな鳥居を石材や木材で建造するのは困難であったため、神宮の完成後30年余り鳥居がない状態が続いていた。鳥居の建造が課題となっていたが、1928年に昭和天皇の即位式が行われるという刑事を前に、 平安神宮に鳥居を建設する話が本格化し、建築技術の進歩により、鉄骨鉄筋コンクリートで鳥居を建造することになった。大鳥居の建設が決まり、寄付金の募集など準備が開始され、平安校舎臨時事業部が設置された。平安神宮は、平安時代の大大理の建物をモデルとして、他の神社建築とは異なっている。そのため、 鳥居の様式を決めることはなかなか難しかった。そこで事業部は全国各地の100余りの神社の鳥居について調査を行い、研究を重ねた。結果、早朝かつ単成な印象を与える明神型の鳥居を採用した。大鳥居の建設場所についても検討を重ね、神宮の建造物にふさわしい大きな鳥居を建てる必要があり、平安神宮の建物とのバランスから、 二条通り北では、神宮に近すぎると考えられた。琵琶湖疎水の流れに沿う風地が良い喜び流橋の田元がふさわしいと考えられ、また、当時の京都市電停留所の近くであり、市電を利用して平安神宮に参拝する人たちにとて、下車後すぐに鳥居を目にする効果も期待できるとして、現在の場所に建築が決定された。鳥居の様式規模は明神型。 鉄筋コンクリート作り一部鉄骨造鉄網、モルタル塗り。幹部天皇法御1200年大祭記念事業の1、事業として実施。外部の塗装の塗り替えを、主とした、部分修理。国家法重要文化財等保存整備費補助金を受けた。総事業費8568万円。事業期間16ヶ月。工事期間約5ヶ月。2004年5月24日。 工事着手。株式会社、大林組による受け負い工事。2004年10月14日、全工程を完了。実績報告書並びに修理工事報告書を提出し2005年3月31日に、全事業完了。平安神宮の周辺は、岡崎公園として整備されており、文化ゾーンになっている。大鳥居を挟んで西には、京都府立図書館。 京都国立近代美術館、京都会館、東には京都市美術館、京都市動物園などがある。ありがとうございます。